でる動きやっぱりすげえ。こんな動きますすごいな。すげえ。ちゃんとねバーディーも動いてて。実は今画面に近之助が映っているんですけれども、あ、はい、あの今回そうです、ね、アクションに、普段慣れ親しんでない方もいらっしゃるだろうということで、はい、あの実はです、ね、近之助がガイドをしてくれる。なるほど、道案内的なことを近之助がしてくれると、はい、ナビゲーション、はい、近之助について言っていただくと、あの基本的には目的地の方に、近づいていけるというような形になっております。なるほど、なるほど、いいシステムですね。優しいですね、やっぱりね。この兵士を助けるってことは敵を倒せばいいのかな。めちゃめちゃ囲まれてるけど大丈夫。いや、この二人なら大丈夫でしょう。でそうですか。戦闘員とかできるのか。もちろん初めてですよね。そうですね。でもあの、まあ、無双系は何かやらせていただいたこととかも、初めてでも操作しやすいですか。まあ、しやすいですね。格段にあのやりやすくなってると思います。そうなんですね、やっぱり初めての方でも全然やっぱりこれは、僕これ連打してるだけですけど、すごいやっぱ達人みたいな動きになりますしね。なってますね、やっぱりね。すごい。それが本当は、はい、ね、すごい操作のご説明しようと思ったんですが、前野さんがお上手すぎた。いやいやいや、お上手ですね。これであれですよね、あれでいろいろできるんですもんね。そうそう、はい、基本的には通常の無双系と同じような操作になっておりまして、Y を連打していただくと通常攻撃これだ、はい、で X で強撃という形になっております。ああ本当だ、すごい、なんか、いや、なんか無駄にモーションしちゃいますよ ね。確かに。ああいいっすね。いやすごいすごい爽快。これですよ、無双はもう強えな、やっぱ。でこれであれか、いろいろ攻撃とかできるんですね。そうですね、はい、あの通常攻撃からあのの回数によって、強撃出る強撃が連続で出すと変わったりしますし、R をしながらですと狙った強撃を出すことができるという形になっています。このコンボの組み合わせみたいなのも自分の2位でできるということです。今左下、はい、左下 の、 あのゲージがあるんですが、はい、青い方がですね、はい、必殺技のゲージになっておりまして、今敵を倒してきたので今もう少しで満タンになろうとしていますので、これやっぱり敵を倒せば、そうですね、はい、で今、はい、満タンになりました。これで必殺技が打てますので、必殺技は A ボタンで発動をお願いします。出た、はい、お、うわ、カットに入るよ。かっこいい、お、すげえ。すごい。いや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 、うわ、俺は偽物なんかじゃない。かっけーなー、見てくれよみんな、しましたよ、見てくれよみんな。これがヤマンバギリ国広だぜ。このね、サヤとの二刀流が僕すごい好きなんですよ。うわー、多いですよここ。お、なんか始まった。秀吉だ、秀吉、秀吉、こういう歴史人物も登場してきますので、はい、まや、あ、なんかいるぞ。あ、これは前野さん、いや、やばいっすよ、やばいんじゃないですか。あれはちょっといつものでかい人、ちょっとあれはちょっと長儀におとりになってもらって。そうでしょ。ひどい、余計なんか悪くなりますけど大丈夫ですか。いや、長儀なら楽勝でしょ。なるほど、長儀なら長儀、長儀だけでやっちゃうかもしれないですね。じゃあね、押し付けしてます、押し付け。よし、じゃあとりあえず行こう。さあ行くぞ。これはでも行けるか。あ、これ赤いのが危ない、赤いのが、はい、ですね、範囲ですね、はい、敵になってしまうと危ない攻撃来るので、スティックやビボタンでよけて、あ、ナイス、はい、お上手です。うまいですね。いやいやいや、たまたまです。やっぱり本人が本人を操作するからうまいはずですよ、ね、いや、そんなことない。だといいんですけどね。このモーションまでやったんですか。モーション、そう、モーションも僕が全部ですね、そんなの全然。待て待て待て、ただ半分かな。いや、そうですね、もうここはもう片付け、もう敵のメーターが上の赤いやつ、あれが1ポイント、またもう少しで必殺技のゲージがたまります。あ、青ゲージ、あ、使っちゃって大丈夫。ちょっとこうかっこいいとこ見たいですね、こうなると。そうですね、いや、こんなの使うまでもないですよ。なるほど、使うまでもない。何、ずっと攻撃ガードしたら、ガードしてる、ずっとガードしてやるよる。あ、秀吉も攻撃してくれるんだ。あ、これが、はい、すげえ、おお、素晴らしい、つばぜり合いですか。つばぜり合い、あ、こういうフィニッシュになるとつばぜり合いの時があるもん。さすが本人、すげえ、これはすごい、やべ、これ永遠とやる。